ナミさんお疲れ様です毎日メッセージの方ありがとうございますなんかタカさんとのライブ放送あさって日ですかされるそうなんですけどもいやだからタカさんといえばあれですよね覆面 YouTuber タカさんですけどもナミさんも覆面 YouTuber タカさんの素顔知らないことなんですよねこの対談で、まあ、ある意味素顔がこのねさらされるということになりますでも実際の素顔がさらされるんじゃなくてまあ内面的な素顔っていう意味なんですけどもね タカさんがどんな気持ちで YouTube をされているのかとかねナミさんとの出会いははたまたどうだったのかとかね考えてみたらナミさんから知らされてタカさんとのご縁があったような気がしますけどもそういう意味で言うとねナミさんはこう結びのエンジェルなのかもしれませんね、えー、この度そのナミさんがタカさんとどんなねやり取りをされるのかまあ台本なしということなんですけどもうんまあテーマぐらいあるのかな、うん、YouTuber ってどんなんやみたいなとかね YouTuber 最近 あ、最近 YouTube の機能がね、いろいろと、ほら、増えてるみたいですよね。コミュニティっていうのも、私はね、気がついたらあったんですけども、これチャンネル登録500人以上の方の、まあ、あれだったんですよね、機能だったんですね。その他ね、私の YouTube をこう振り返ってみると、気がついた時には2000人ぐらいいたんですよ。私の場合は。で、あと収益化っていうのもない時代だったんですけども、収益化始まりますよ、って時には、あ、クリアしてるわ、みたいな感じでね。そういう意味で言うと、まだ YouTuber としては、 当時は駆け出しだったんですけどもまあでも結構先行したのかなと思いますねまあ、今ではチャンネル登録そこそこ増えたんですけども、まあ、それでもね後発の方が10万人とか30万人とどんどんいったりとかあとチャンネル登録の人数にかかわらず収益化がものすごく高い金額にいったりとかねうん先行したから必ずしも有利ってことではなくって何、まあ、な,んなんでしょうね先行者利益っていうのは確かに言葉はありますけども後発組有利っていうのもありますしね 特にこういったインターネット上のレースではあのまだ手探りでやってた時代なわけですよね私たちはねそうなるともうすでに型ができた後に効率よく一足飛びに私たちの頭をポンと抜けていく人がいるのもまたこれ事実かなというところですねうんまあけどねこうやって YouTube まが、あ、りなりにも1年10年とやってきて、まあ、結構見えることが大きくなってきたかなっていうのと YouTube の可能性に当時気が付けてよかったかなと、うん。様々な機能が追加されて、そして最近ハンドルみたいなのもあったりとかね。でその機能自体も YouTuber としては紹介することができるということで、まあなんかね、お世話になった YouTube に恩返しができるところもあるのかなっていうふうに感じる、今日はこのでございます。では、タカさんとのライブ、楽しみにしております。失礼します。